いやー富士山綺麗、いいね、雲のかかりもちょうどいい、ねえかっこいいね。今日はね年下バラシゴ、まあ要解消後、まあなんかしんどくなったけど、まあ初ツーリングというところでね、富士山のね展望台に向かってます。以前ね、もう1年ぐらい前かな、富士山の展望台釜石岳っていうとこ行ったけど、あ、まあそこも最高でね、また行きたいんだけど、まああの時にね、まあ、富士山途中から雲いっぱい出ちゃってね、行けなかった展望台いくつかあるんでね、今日はその辺りね行ってみたいと思っています。ここらはね展望台ね初めて行くところなんでね、ちょっと楽しみですね。あーちょっとでもね周りに雲が出始めてるからね、あそこら辺がねだんだん雲増えていって富士山いなくならないか心配、もうねあんだけ雲出てると時間の問題な気がするよね。あと50キロぐらいかな展望台まで、まあ雲をなんとか持ってくれるといいんだけどね。もうね、あそこの富士山の周りのね展望台はね富士山見るための展望台だからね、もう富士山見えなきゃ行っても意味がないというね、もう富士山命だよね。いやー気持ちいいな。いやさっき渋滞してる時は参ったけど暑くて、やっぱ走ってると気持ちいいねバイクは。あー幸せ、待ってろ富士山、今行くぞね。久しぶりだからちょっと嬉しいね、富士山ね最近ねこういう風に展望台行ってなかったからね。ということで今ね静静バイパスかな、このねボアップグロムだからこそ走れる道ですね。いやーいいなー、日本平かなあそこ、日本平で、あそこからもね富士山綺麗なんだよね。この前行ったね、あそこは家族でいたかな。今ねあのホームページね今作り直しててね、あの絶景のねホームページ、いろいろ絶景の場所とか詳細をねちょっと紹介するようなホームページをね、まあねまだねホームページね、もうこの動画アップする頃にはホームページリニューアルされてるかどうかわかんないですけども、まあそのうちねリニューアルするんでね、よかったら見てくださいと。全然ですけどね、まあ、絶景ポイントね動画の編集の方が忙しくて絶景ポイント全然アップしきれてないんですけども、でも動画よりもねそっちのホームページメインにしたいなってとこもあるんでね、まあまたぼちぼち作っていくんでね、各絶景の詳細とかね私独自のね絶景でねポイント得点つけてるんでね、いろいろまあ数が豊富になってきたらねランキングとかも作りたいなと思ってるんでね、まあ、よかったら見てもらえればと思います。さあ富士山どこだ、いねえな、あの正面の山の裏側かな、あーいたいたいた、左側にいたよ、あっち側だった。あー雲増えたね、いかんねえいかんねえ、こりゃ結構増えてるよね、ほら。いやーちょっと困ったな、これは一頃になるとね、あの近くから見るとこれダメなタイプだよね、あの雲の手間すぐ下ぐらいで富士山を見上げる感じになるから富士山見えんじゃんっていう、ダメだよねこれまま行くと、ダメだね、どうしようかな、ちょっと急遽目的地を変更しようかな、あと30キロぐらいで着くんだけど、あそこの山の裏手の山なんだけどね、これはもうあれだもんね、この距離でもう富士山のね天候所しか見えんもんね、てっぺんしか、天候所多分方言だなこれ、参ったな、いかんね、ちょっとどうしようかな、あまりねもう富士山は見るもんだと想定して出てきてるから他の方向を検討してないけど、まあここのね清水のここら辺のあたりのこの左の山、ここでもね展望綺麗ないい山、いい山が多いんだよね、2回言っちゃった、このね富士山じゃなくてこのね静岡市を見下ろす展望台多いんだよ、まあ、どちらかというとね静岡市を見下ろして、ね、夜景が綺麗なんだよね、ここら辺の展望台は。まあ日本平もしっかり、こっち側の左の、私はこの左の方がね展望台好きなんだけどね、結構いっぱいあるんだよね左の、まあちょうどあそこもそうだよね、
あそこのちょうどあのテペリビ島から立ってるところあたり、あそこの展望台もね結構綺麗なね展望台で、名前忘れちゃったけどね、展望台のあそこもいいとこなんだよね。駐車場って駐車場があまりないんだよね。車に行くには結構道も狭くて駐車場もないんで結構不便というところで、このバイクがいいんだけどね。あーでも今日富士山見に来たんで富士山見たいな。この着いた頃にはあの雲が晴れてくれるといいんだけどね。ついよね、あの雲の出方増えてるもんだって。時間を追うことに参りましたな。でももうね気持ちよく今走ってるんで止まりたくないんだよね。このまま走り抜き続けたいっていう感じもするんでね。まあどっか降りて地図見るよりはなんとなくまだまだ走ってたいんで、とりあえずまっすぐ行ってみようかな、富士市の方まで。もうすぐねこの山正面の山のちょっと右奥の方でね、サッタ峠っていうねまたね旧街道のねものすごいいいね展望台もあるんで、あそこあそこはいいよ。富士山と駿河湾と国一を見下ろす絶景の場所。とりあえず今からすぐ行っても富士山ダメそうだから、サッタ峠行ってみようかな。ね、そうしよう。目的地変更、サッタ峠に向かいます。まだ去った峠だったら富士山、雲多い富士山が撮れるかな。それはそれでまた切れそうだよね。ギリ富士山の頭だけだね今んとこ。まあ、入ったな。足高山とかね箱根の方が綺麗に見えるんだけどね。ねえ、伊豆半島もすんごい綺麗。富士山だけがねちょっとねいまいちだな、どうしようかな。さっきねあんだけ去った峠行きますって宣言したけど、やっぱ富士山の展望台行きたいな。まあ札幌峠も富士山の展望台なんだけどね、どうやって行ったらいいかよく分かんないね札幌峠。多分これ150号から曲がっていくのかな。まあ収穫ゼロも嫌だし、札幌峠ちょっと歩くんだよね。この暑い中歩きたくないな、歩きたくない行ったことあるとこだもんね札幌峠はね。なんとかそういった意味ではねちょっとねこのうわ行ってみたいっていうのがね少ないんだよね。ここね多分左行かないと去った峠は行けないと。あー行く気ねえなこいつ。あー富士山見えた。あんだけ去った峠行きますって宣言してやめちゃったよ。うわー海きれい。いやこの海を見よう。嬉しいな、山好きだけど海もたまらんね。いいねこの海とバイクかっこいいな。海が、おー富士山目の前です。富士山目の前来ました。ちょうどね前富士山ね釜石岳来た時と同じような富士山になったね。まあ富士山が全部丸見えっていうよりは雲もね悪くはないんだけどね、このまま富士山没しそうだよね。時間の問題だから急ごうぜ。ゴー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 。由比とね富士の間のこの辺りもね景色最高なんだよね。ほんと海とね伊豆半島が綺麗、超綺麗だもんね。国一とはバイバイかな。ここで降りた後どっち行くのかな。パッと見地図見るとまっすぐ近くなってるね。そうや、ここの先のね河川敷から見、河川敷富士富士側のね河川敷から見る富士山も綺麗なんだよ。ちょっと寄っちゃおうかね、通り道でしょ。おー富士山すげーどうよこの富士どっから降りたっけ。ここじゃねえな、ここか、ここだよ、この富士山だよ。あれこのね向こう側がね運動公園なんで、運動公園の方走った方がいいんじゃない。ほらこの木がいっぱいで、そうそうこっちこっち、あれ行けない、綺麗だけど砂利道になってる。おー富士山どうよこの富士は。ちょっとどうですかお客さん、ちょっと一回ねここで写真撮っとこうか。よいしょよいしょ
どうよこの富士山、ほらかっこいいな、素晴らしい、来てよかった。おお素晴らしいな富士山が。でここら辺だよねきっとね、富士山と一緒に新幹線とね、ピャンピャンつってピョーつってね、何言ってるよっていうぐらいね、ここからだよねきっとね。あとその堤防の上からとかでも撮れそうだよね。おお、これ新幹線広告来りゃちょうどいいじゃん、新幹線と富士。まあ私そんな鉄道に好きじゃないからあんまり別にそそらんけど、残念ながらここまで行っといて。でもこの水道橋のところも絵になりそうなんだよね。ここおっとと行き過ぎた、ここだ、ここ同様ほら絵になるっていうね、これもいいよね。こっちかな、ハトちゃん。あーここね、柵ある、柵が、ここら辺で富士山と一緒に。さあなんとか端までやってきました。いやー富士山綺麗だよ、全然なんかこの隙間からしか見えんけど、でも富士山の絶好の展望所だよねあそこ、距離的にもね、よし超良さそう。いやー期待できるね。あそこで、あそこです、目的地は間違いない。で、あの富士山を見ると、楽しみだなこれはね、富士山を見るための丘って感じだよね。標高何メートルだろうなってね。どうもこのね、あそこの展望台行くにはね、向こうかの山のね反対側から登るらしいね。ちょっと通り過ぎて戻るようにして登るらしい。お、看板ありそう、これ岩本山公園、ここだね、ここですよ、立派な看板が出てるじゃないのやっぱり。さあもう着きますね、でかいな公園が。着きました、ゴルフ練習場もあるね、射撃場まである、でかい公園だな。どこだ展望台は、展望台はこちらですとかってあんだよ、さすがにまだないね。まあ、とりあえず第一駐車場行ってみるか。いやーいいとこだったね。ちょっとね富士山がね、全然富士山の方向の展望台じゃなかったのがちょっと想定外だったけど、まあそれでもねちょっと立派なね、あの展望テラスがあって、眼下に駿河湾と富士の町、そして奥には伊豆半島ね、綺麗だね、綺麗だけど山好きの私にとってはちょっと富士山を期待しただけにちょっと拍子抜けしてしまったな。でもう一個ね、今度は本当に富士山の展望台だと思う。なんだっけな、明星山展望台っていうのかな。いやー富士山ここ綺麗じゃん、これねえ、ここ綺麗だよ普通に、こっちの方が。いやー綺麗だよ、ここか左か。いやー最高の道だな。
士山が真正面、ちょっと雲また増えてきたな。これは急がんとか。あと10分で次の展望台、明星山展望台かな、呼び方知らんけど、多分あそこら辺のね、もう一個ね、この隣にね、すぐ丘があるんだよ。そこにね、いい展望台があるらしい。ここだいぶね、マイナーじゃないかな。ほ、書いてある書いてある、明星山って。おお、いい感じいい感じいい感じよ、いい感じ。ほれ、おお、いい感じに登った。おお、これは楽しみだ。どこだ、だって山なんかないじゃんね、こっちがね。おお、展望台らしきのがないぞ。合ってますか、大丈夫ですか。ちょっと心配になってきた。とても富士山が見える方向じゃないよね。ここだ、明星山展望台。ほら、おお、僻地感一気に出たね。来たね、狭っ。おっ、ダートになりました。一気に来たね。登ってないけどいい坂し、下れは下る。富士山後ろなのにそっち方向へ下っちゃダメでしょ。民家があるぞ、民家が。超想定外。もうすぐありそう。どんどんこっち方向に下っていいのっていうね。富士山後ろですよ、本当に。また富士市の方も見えんよね。ちょっと山一個越えちゃったから。また民家だし。そういうとこ？歩くみたいね、こっからの途中から。あ、あそこに車止まってる。お、ちょっとでもあれか、山の先っぽの方へ来たね。ついいった、ついいった、ここですね。歩くんですね、こっから。結構登るな。ねえ、どっちからでも行けるのかな。矢印は左になってるね、展望台と。階段の方がいいだろうっていうな、急な斜段。壁。いや、いい展望台だったね。ちょっとこの道が悪いのがね、アプローチがね、難点だけど、あと綺麗、景色もさることながら公園も綺麗、すんごい綺麗に整備されてるし、広いし、展望台立派だし、お弁当持ってくるのに最高だな、あそこは。誰もいなかったしね、独占だよ景色は。素晴らしいね。あー、ここおすすめだよ、この富士山が超綺麗ね。こういうよりも、まあ、真正面で今ここ綺麗だけど全然違うね、あそこまで。やっぱりちょっと登っただけでね、いいよあそこは。なかなかね、ちょっと予想外、ほとんど登ってないのに、水平でちょっと行っただけなのに、ちょっとちょうど岬でちょっと尾根の先っぽというかね、そういったところでね、よかった、景色が来てよかった今日。まあこういったとこも素晴らしいんだけど、ほーれ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 。でもやっぱ展望台は格が上だね、違うね、こういうまたね、景色とはね。さあ、国一に戻ってまいりました。
神原のとこですね。海が超綺麗。いいな、ここのとこはね、最高だよ。これ正面がね、浜石だけどね、超富士山が綺麗なんだ、あそこの展望台は。これね、私の中で一番最高かな。で、この海と、海も見えるしね。綺麗だな。最高。いやー、今日もね、ほんと、ちょっとしたツーリングですけどね。まあ、よかったな。